それは本当に思いますね。はい、知らない方が一生懸命サポートしてくれるんで、はい、やっていけてると思います。はい、当面の目標はどのあたりですか。やっぱりですね、今関取が阿武咲だけなんで、やっぱり関取を2人3人と増やしたいです。また阿武咲もですね、もう一度あの三役に上がった頃のようなですね、そうですね、いよいよね、はい、読み出せれば相当場所前も稽古していたようですね。そうですね、あれは通常なんですけどね。そうですか。はい、山美と霧馬山が土俵に上がっています。西の大山美はもう左足首の怪我でこのところを苦しんでいますが、10月の巡業も結局は休みました。番付発表の後、関取との申し合いに加わってなんとか調整してきました。2日目の千代翔馬戦で白星をつかんでいます。霧馬山はまた体重が増えて体が大きくなって現在134キロという話です。横綱鶴竜が部屋に移籍してきましたので、連日その胸を借りて力を蓄えてきています。確かに張ってますね。張ってますね、新十両の時ぐらいからしたらもう体が相当変わりましたね。まあ、120キロ台の前半ですとかそれぐらいの体重でしたが、130キロ台の中盤です。立ち合いです。張っていきました。大山美左四つになりました。右の上手を求める霧馬山、右の上手一枚で寄っていこうという大山美です。胸があった状態でどうでしょうか。1枚の上手は切れそうにありません。引っ付けて巻き替える大山に、その瞬間に寄って出ていく勝負のこの霧馬山寄り切り。大山に敗れて3敗、1勝3敗です。巻き替えてくるところがあってます。いや、そうですね。一枚回しは掴みやすいのは掴みやすいんですけど、はい、掴んでも上に回しが上に行ってしまうので相手にあまり伝わらないんですよね。大山美はこう巻き返すんですけど、巻き返すのがちょっと遅かったですよね。もっと早い段階で巻き返されるようなんですね。じっくりと構えました霧馬山です。引き付け合いの後、ここは外四つで休みませんでした。まあ、体もこう大きくなってきた中で力強さも増して期待膨らむんじゃないでしょうか。そうですね、もう新入幕も見えてきてますからね。もうちょっとでですからね。そうですね、十両に上がってずっと勝ち越してきて、名古屋場所では2桁の10番先場所惜しくも1点の負け越しだったんですが、今場所は西の十両5枚目ですから、今場所の内容次第によってはですね、そうですね、